どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういった本をプロデュースしております。今回はこのフレーズがあると企画の魅力度が上がるという魔法の言葉をご紹介します。良い企画というのは当然著者さん人によって変わるので、これが正解というものはありません。それでもどんな著者さんとかどんなジャンルの企画であったとしても魅力的に映ってしまう汎用的なフレーズというものがねあるんですね。もうプラス要素にしかならない言葉というか、なので今回はそんなね魔法の言葉たちをご紹介したいなと思います。使えそうな言葉があったらですね、すぐにご自分の企画書に反映してください。今までの〇〇はおにゃららでしたが、一つ目、最強のフレーズが、今までの〇〇はおにゃららでしたが、です。この〇〇っていうのは、例えばダイエット法はとか、タイムマネジメント法はみたいに、ジャンルだったり、そのやり方など、ある程度大きいテーマが入ります。この後で、実は大切なのはおにゃららでした。といった風に、過去の類書と比べて違うところの解説へと続きます。これがね、一番強いんですよ。やっぱり出版社さんとか書店さんはですね、新規性、独自性のある企画を求めています。やっぱり売れる可能性も多少高くなるし、売れた時の売れ行きですよね。これも大きくなりやすいからです。こういった背景があるので、やはりこの新しい企画が今までたくさんね、出された類書たちに比べて、どこがどう違うのか、ここがやっぱりね、一番気になるんですよ。なので、例えば企画書の中の概要みたいなところありますよね、企画概要。こういったところの冒頭で、今までの〇〇はほにゃららが多かったですがと言ってフレーズから始めますと、相手の方の注意を引くことができるし、期待値も高まります。魅力的に聞こえるんですよね、この後に続く言葉が。ああなるほど、違うんだねっていうふうに思ってもらえれば。で、企画書を書いてる側も今までの本と何が違うのかっていうことを自分自身で整理しながら書くことができるので、企画のコンセプトを見直す、より強くするのにいいフレーズです。特に何らかの制約がないのであれば、このフレーズぜひ企画書の中で反映させてください。僕もたまに使ってますし、出版社時代もですね、このフレーズからプレゼンを始められるとですね、弱かったですね、なんか魅力的に聞こえちゃうので。初めての出版です。次の魔法の言葉、これが初めての出版というものです。初出版って、出版実績なしっていうことなので、普通不利なのかなって思われがちじゃないですか。でも実際逆なんですよ。多くの出版社は初出版で手垢がついてない著者というのをね、非常に喜びます。これも先ほどと同じで、売れた時の跳ね方がね、大きいからです。やっぱり過去に何冊か出されていて、それが例えば大体2万部ぐらいみたいな感じだったとしたら、今回も2万部ぐらいかなっていうふうに、思われちゃうんですよ。2万部って全然バカにできない非常に優秀な数字なんですけど、でもやっぱり5万とか10万部っていかないのかなっていう風に、ちょっとこう期待値低くなっちゃうんですね。この期待値ってある種偏見とも言えるので、どうせ2万部ぐらいの人だろうと思われちゃうと、本当はもっと伸ばせる可能性がある、そういう数字が出てるのに、なんかそこを見落としてしまうというか、2万部ぐらいかな、悪くないですねみたいな感じで2、3万部で収めちゃうみたいなこともあるんですよね。だからこういったことがない初出版の方ってすごく有利と言えるので、初出版の方は控えめで大丈夫ですが、はっきりと書きましょう。具体的には著者名が書いてありますよね。著者名の下に2個開業して米印入れて、小さめの文字で、でもちゃんと初出版ですって書く感じですかね。初めての出版ですから、著者名の横に括弧して初出版とかって入れるのもいいかもしれないですけど、読み方が難しいお名前とかだったら、ひらがなで自分の読み方に書いた方がいいと思うので、その辺はどっちでもいいです。ちなみにこう聞いて、過去作1作だけあるんですけどみたいな、それもあんまり売れなかったんですがみたいな方は、これはほぼ新人扱いだと思っていただいて、あんまり心配しなくていいです。ただこの場合は初出版とは書けないので、これ書いておくと嘘になっちゃうから、著者プロフィールの最後の方にでも、過去に出されたその本のタイトル、釣数、部数ですよね、今例えば3釣1万部みたいなことを書いてあげてください。過去作1冊で3万部未満の増刷に達している、これくらいの著者さんっていうのは、やっぱりまだまだ美味しい著者というか、企画とか売り方次第で負けるかもっていう感じ、ポジションの著者だっていうふうに認識されているように思います。日本で初めて唯一ナンバーワン、先ほど申し上げたみたいに、出版社は新人好きですけれども、別にど素人が好きということではないです。むしろ逆で、その道のプロの先生に書いてほしいと思っています。なので著者プロフィールではあなたの実績などを書いていくわけですが、日本で初めてホニャララに成功、日本で唯一なんとかをした、ホニャララについては日本一の実績を持つ、といった言葉が、やっぱり読者の方も出版社も大好きです。この時のポイントはやはり客観的評価であることです。
一番頑張ってる出版プロデューサーですっていうのは主観的でしかないので、まあ頑張ってるねと思ってもらえるかもしれないけど、それを読者の方にねちょっと評価していただくのは難しいってことですよね。でこのまあナンバーワンを作れみたいなことっていうのは、まあ、出版に限らずいろんなところで言われたりしてるんですけど、出版に関しては注意してほしいことがあります。まあ、ナンバーワンとかオンリーワン唯一みたいなことに固執するあまりですね、その肩書きがすごく限定的になってしまっている方がいるんですよ。まあ、例えば A ジャンルの B っていうテーマの C 地区での D 期のナンバーワンみたいな、まあ、これが例えばオリンピックみたいにね、何年の何とかっていう競技でのどこそこオリンピックでのナンバーワン世界一だったらこれはすごいんですけど、そうじゃないただただ狭くしてるっていうものだったら、まあ、読者の方にすごいなって思ってもらえないじゃないですか。まあ、かえって自分を小さく見せてるというか小さく感じさせてしまう原因になったりもするので、まあ、そういった場合は演出方法を見直した方がいいと思います。無理にここがないんだったら単純に数字だけ書くのもいいんですよ。今まで何万人のクライアントさんの悩みに相談に乗ってきたとか、そういう風に数字の実績を出してあげれば十分だったりもします。ただあれば唯一とかナンバーワンとか初めてとかそういったものがあるといいよねってことです。持ってると安心、国家資格。最後に出版社というよりはテレビなどのパブリシティの話なんですけど、特に医療健康系の書籍とかであれば国家資格をお持ちかどうか、つまり医師かどうかというものがですね結構差が出ると思っていただいていいです。やっぱり国家資格持ってないとですねテレビ等に出しにくいっていうのが出版社的にあるそうなんですよね。まあ、健康系はです。まあ、似たような理由でなんとか大学教授っていうのもやっぱりね強いと思います。先ほど言ったナンバーワンとか日本唯一日本初と同じように権威性がやっぱり武器になるってことですよね。だから持ってる方は有効活用してもらうといいかなと思います。医療健康系でこれがない場合は何か他のより大きなもの、例えば有名企業とのコラボであったり、何かすごく有名なプロジェクトで重要な役割を果たしているとか、まあ、オリンピックの選手のサポートしてるみたいなのでカバーすることもあります。まあ、あと企画の方向性として医療よりは健康系とかダイエットとかストレッチとかなんかそっち方向に持っていくことでちょっと医療感を落としていくみたいな方向で調整するっていう手もありますね。ちなみに SNS のフォロワー数の多さもこの権威性や信頼度の担保として使うことが多いです。ご視聴ありがとうございました。よかったらもう一本見ていてください。セミナー、対面相談、プロデュースは概要欄から。